共産党市議の失態、新聞掲載写真で嘘が発覚。岡山県総社市の中立幸広共産党市議、65歳、1期、は10月4日、入院、手術を理由に8月定例市議会の本会議を欠席しながら、豪華客船による観光ツアーに出かけていたとして、市議会議長に議員辞職願いを提出した。 発覚を逃れるため偽造した退院証明書などを議長に示していた。市議会事務局によると、中立氏は8月28日の本会議と30日の委員会を欠席、鳥取境港から北陸地方をめぐるツアーに参加した。9月上旬、新聞の特集記事の写真に似た人物が写っていると同僚市議が指摘。議長が事情を聞いたところ、 中立氏は退院証明書などを示し病院で手術を受けたと説明していた。その後、党の調査に対し、8月27日から4日間のツアーに参加し、証明書などを偽造したことを認めたという。共産党は辞職勧告をした。中立氏は取材に対し旅行で本会議を欠席すれば批判されると思い、嘘をついてしまったと述べた。 豪華客船の旅ということで楽しみにしていた部分もあったので、できれば行きたいなという思いで、誠に申し訳なかったなと思っています。同僚の共産党南馬正午市議は、論外だ。皆さんにしっかりお詫びしたい、襟を正して今後頑張って参ることをお誓い申し上げたいと繕っている。 報道から察するにこのツアーは地元新聞関係も企画に加わっているようだ。公に募集したツアーだから、嘘ついて参加したらどこかで発覚しないか気がかりだったはずだ。カメラを向けられたりすることもあろうからオチオチ旅行を楽しんでいられなかったのではないか。それともその辺の懸念は全く念頭になかったか。自分を棚にあげては、 自衛隊の迷彩服が平和を乱すとかくちばしを突っ込む、逆さだろうがお構いなしに竿を刺すような性的仮に、執着することで懸命に存在感を見せる共産党議員にもユニークな方がおいでだと方がほころんでしまう。機関紙新聞赤旗の急激な高読部数源を食い止めるべく、中央から販売部数を増やせ。議員はかなりの部数を買い取れとかの指令が飛び交い、 本音はやるせない毎日を送らざるを得ない共産党議員さんなのだろう。日頃のプレッシャー逃れにしばしたらいに乗ってゆらゆらみを委ねたかったのに、涙。